さすが見事なカードさばきね。ま、カジノに潜入するならこれくらいはできないと。にゃ、これはエースの3カード。まさか狙って出したのですか。当然にゃ、これくらい朝飯前にゃ。ほらさっさと読み解くにゃ。読み解く。カードの役、記号、数字、並びから意思を伝えるの。そんなこと、いきなり言われても。じゃがまるくん、あずきクリーム味を人数分買ってくる。え？それだけにゃ？立て替えとくね。上出来にゃ！ビューティーは飲み込みが早いわね。さすが私が見込んだ逸材。どういうことですか？カードから読み込む情報が多すぎませんか？というか、ただ食べたかっただけなんじゃ。先にこれを預けておくわ。まずはパラディストの従業員通行証ね。従業員の？もしかしてこれって。早い話、偽造にゃ。何人かは従業員に紛れて侵入。客に気を使いまくってる分、比較的こっちはザルにゃ。ま、ザルなのは一般客の階層で、ビップルームは一筋縄ではいかないけどにゃ。そういうこと。あとはこれ。マジックアイテムか。オクルス。名前なんてどうでもいいわね。離れた場所に視覚と音声を届けるものだと思ってくれればいいわ。どうしたの、リベリア。すさまじいほどの高度なマジックアイテムだ。ペルセウスでも作り出せるかどうか。こんなものをどこで。ちょっとしたツテがあってね。いつも都市に貢献してるでしょと脅して。とにかく頼んで貸してもらった品よ。現状フレイヤファミリアに顔が割れていないのはクノイチとシアンね。作戦の初期段階ではあなたたちを中心に動いてもらうわ。了解。でもデメテル様、役割上ナインヘルはともかく、剣気はすぐバレちゃわない。誰でも知ってる有名人だし。普段の彼女が身につけるはずのない大胆な水着にサングラス。さらにあの子には風貌だけじゃなく雰囲気を変えるよう徹底させた。度重なる訓練で仕込んだ動作と口調、ついでに化粧。もうすでにビューティーは元気じゃない、全くの別人よ。彼女を知っている人ほど惑わされる。覚えておきなさい。女はいくらでも化ける。これでどんな男でも脳殺よ。化ける、脳殺。結構仲いいにゃ、おみゃら。あと今回は脳殺する必要ないにゃ。前置きが長くなっちゃったけど、準備はいい？あなたたち。いい顔になってきたわね。それじゃ改めて今回の作戦を確認するわ。まず仮装は一般客用のカジノとして当日も開店してるわ。催しはビップ客だけが最上階のルームに招かれ執り行われる。ビップルームへ至る経路は外壁や窓も含め全てフレイヤファミリアが抑えていると思っていい。外から侵入しようとすればフレイヤの連中に即捕獲されるってことだね。ええ、唯一彼らの干渉を受けずに済むのは正規ルート、すなわち
アルテナの警備装置を組み込んだエレベーターだけ。私たちがまず行うのは仮想の警備装置を解除すること。それらを無効化した後、私と護衛が最上階に。ざっくり言うとこんなところね。何か質問はある？簡単に言うが、その無効化こそが最も困難なのではないのか？まあにゃ、VIP 客だけに渡される鍵がなきゃエレベーターは動かない仕組みにゃ。鍵自体がマジックアイテム。特定の人物の魔力を登録して、そのパターンが確認されなければ即警報ってやつ。今回登録されてる魔力はカジノのオーナーだったはずにゃ。アルテナのアホどもめ、余計なことを。大丈夫、すでにその鍵はここにあるわ。手際良すぎませんか？ギルドの出身にダダを言ってとにかく本物と寸分変わらないものを一から作ってもらったわ。ならもう楽勝ってこと？いや、一つだけ面倒が残ってる。デメテル様、カーネルの水着にゃ。そういえばカーネルだけ着てない。VIP 客の水着は全員分カジノに登録されてる。違う水着を着てるとエレベーターには進めないにゃ。それこそ偽造じゃダメなの？鍵の方はもうあるんだから。水着のデッサンをカジノが保管してるらしいの。少しでも疑わしいと通してくれないみたい。現地調達が最も手っ取り早いということか。確かに面倒だな。それでもフレイヤファミリアと真正面からぶつかるよりマシでしょ？それはそうですが。大丈夫よ、そのあたりの目星もちゃんとつけてあるから。おお、これはこれは、ボインヌ様ではありませんか。ご無沙汰しております。あら、ギルド長様、我が国の舞踏会以来でしょうか。今日は遊ばせてもらいに伺いましたわ。まさかこのような場所でお会いするとは。どうぞご存分に。しかし相も変わらずご立派なおっぱ。何か？いいえ、女神のような体型と素敵なお召し物だと。それで今日はビップルームですかな？ええ、私のような上流階級しか知らない人間には一番落ち着ける場所と聞きましたので。失礼。大丈夫ですかな？いやいや、なんとも人手が多いですから。ええ、これですから庶民。ターゲットに香水をかけました。シアン3、いかがですか？ポーカー16番テーブルの前。グレート、さすがです。このカジノにいる限りもう匂いはずっと追える。クノイ地方はフェーズ2へ移行して。了解しました。こちらビューティーワン、作戦を開始する。レギナ2、所定の位置に着いた。やれやれ。パーティー会場はここ？ブラッド5、踊ってくるわ。いよいよね。目標はオラリオで最も高きに住まう女神。私たちがやろうとしてるのはオラリオで誰も成し得ないであろうミッションインポッシブル。行くわよ、世界をひっくり返しに。イコルもファルナのつながりもない私たち。
ダンジョンズ6が。あ、できた。お、来るのか。あまり期待はしないで。敵を答えてくれ。その方向、ここでツイルと知れ。存分に暴れるとしよう。まさかフレイヤ様、こんなところでお会いできるとは。ああ、恐れ多い。指にはめてらっしゃる素敵な指輪、けれどあの方の美の前では霞む。すげえ、こんなところでフレイヤ様と会えるなんて。超ラッキー。子供たちは全員骨抜きにされてるけど。やっぱりここも退屈だったかしら。お言葉ですが、自明かと。フレイヤ様の気まぐれを紛らわす人も物もそうはありません。言うわね、オッタル。けれど本当にどうしようかしら。こんなものを着てあげたけど、衆目の前で人泳ぎだなんてごめんだし。おい、聞いたか、したのかい。ああ、なんかすごいことになってるって。どうする、俺たちも。バカ野郎、フレイヤファミリアもいるのに持ち場を離れるわけには。うん、何があった。ああ、いえ、下の階が少々騒がしいようでして。下の階が。大したことではありません。なんでも新しいショーガールがデビューしただけらしいので。ショーガール。おー、なんだあの踊り子は。サングラスで顔がはっきり見えねえ。だがそれがいい。何、この程度の盛り上がり。もっと客集めてこなきゃもう踊らないよ。集めてきまーす。カーネルの準備できたかな。守備は。裏手のからくりは全て無効化しました。あとは警備の厚い場所のみ。そうか。しかし藍爪、目立ちすぎではないか。フレイヤファミリアがショーガールに興味を持たないのは織り込み済み。主審一筋だからね。ごちゃごちゃ言ってにゃで、お宮もさっさと行くにゃ。お宮とビューティーがしっかり働かないとフェーズ3に進めないにゃ。そうだったな。不本意だが仕方あるまい。カーネルの方はどうにゃ。店の裏手、所帯位置に控えています。ターゲットは16番テーブルから動きなし。ただ豚が邪魔、引き剥がして。オッケー、くの一フォーお願い。了解。それじゃあ第二段階の仕上げにゃ。イカ様だ。何を言っている。どう考えてもおかしいだろうが。一体何連勝してやがる。確率的にゼロでないなら十分起こりうることだ。まさか私の不正を疑っているのか。そう言ってんだろう。エルフだかなんだか知らねえが。では証拠を見せろ。この身に流れる血に誓って、私はそのような下賤な真似など。そうだ、高貴なお方がそのような真似するわけがない。そうよ、このお方を侮辱するのはエルフ全てを侮辱することですわ。うっ、うっ、
従業員を呼んでくれ。こいつをつまみ出すんだ。何の騒ぎだ。同胞の高貴なお方に難癖つけている輩がいるらしい。お前もすぐ来てくれ。何、ふざけた真似を。いい感じの喧騒に混乱。見張りはホールにかかりっきり。悪巧みが進む進む。ほんと便利ね、ハイエルフって。まさしくジョーカー。くだらんことを言ってないで、さっさと警報装置を無力化しろ。無力なカーネルが侵入するには抜かりなくお膳立てをしなければ。あら、早い通信。もう脱出したの？合図が注目を引きつけ、私は警備をかき乱した。ここで当事者まで消えれば混乱は増す一方だろう。じゃあこっちを手伝う？それともシアン3と合流？シアン3に合流する。ここはお前一人で十分だよ。了解。ああ、できすぎる女って本当に損ね。ミッションインポッシブルなのだろ。ならばせいぜい励んで不可能を覆せ。ここで会ったのも何かの縁だ。お、来るのか。援護します。これが私だ。おニューの衣装にゃ。打ち返え。私のものだ。独断上じゃ。援護します。撃ち返え。帰ったか。さすがはボインヌ様、教養も庶民とは桁が違いますな。まあお上手ですこと。どうですかな。私も後ほどVIPルームへ向かう予定ですので、よろしければご一緒に。失礼、ムッシュ。ん？あなたはもしやギルド長ではありませんか？あの聡明で有能と名高い誇り高きエルフ。も、うん、まあそうだが。あ、やっぱり一度あなたとお話ししたいと思っていたの。伝え聞いていたよりずっとダンディーでナイスミドルなのね。あ、そうか、そんなにか。いや待て待て、私の記憶が確かならお前のような上級冒険者が。まあひどい。冒険者なんて荒くれ者たちと一緒にするなんて、こんなか弱い野蛮な者がいるとお思い？それより時間は終わりで、ぜひあなたの話を聞きたいと前から思っていたの。た、あ、確かにあなたのような美しい立ち振る舞い、気品ある霊人が冒険者のはずありませんな。よろしい、話の一つや二つくらい。ターゲット引き剥がしました。シアン3、あとは頼みます。こちらシアン3、仕掛ける。シアン3が標的に向かった。フェーズ移行。ああ、なんかここの客はノリ悪いわね。カジノの質が悪けりゃ客の質も大概。降ろさせてもらうわ。そんな、頼むよ、もっと踊ってくれ。私たちを虜にするあなたの舞をもっと見たい。ブヒブヒ泣いてんじゃないわよ豚ども、蹴るわよ。蹴ってください。あ、これ逆効果。
そのおみ足で蹴ってください。なんなのあのギルドの豚、上流階級の私を差し置いて。失礼。いい夢を、なんてね。殺してはいないだろうな。ただの即効性の薬品、私禁制のね。しばらくすれば意識も戻る。縛っておくけど。じゃあちょっと拝借しちゃおうかしらね。本当に大丈夫なのか。いくら背丈や体型が似ているとはいえ、ブラッドが調査済み、彼女がこのカジノに来るのは初めて。従業員も顔までは知らないはず。すんなり行くのならそれで構わないが。しかし、あら、ぴったり、ボインヌさんの水着。あ、ちゃんと真意は消しちゃうからバレっこないわ。そんな心配そうな顔しなくても大丈夫。じゃ、向かうわね。時間もそんなに余裕があるわけじゃないし。何かあったら連絡よろしくね。心配なのは、あの水着を着て歩き回る神経の方なんだが。神々を少しでも理解できるなんて思わない方がいい。お疲れ様。おかげでこちらの準備は整ったわ。あとは最上階に。ええ、エレベーターで乗り込むだけ。この後私はボインヌ、あなたは護衛のカタリーナよ。私はカタリーナ・バレンシュタイン。私はカタリーナ・バレンシュタイン。とりあえずバレンシュタインは忘れていいわ。それじゃあ、あなたとの出会いに乾杯、ムッシュ。乾杯。あなたのような女性と知り合えて、今宵はいい夜だ。デメテル様の猛特訓のおかげで、自分にもクノイチのような真似事ができるとは。嬉しいような、悲しいような。ともあれ、もうしばらくしたら自分もここを離れて。ぜひあなた様、ミコリーナ殿のお話も聞いてみたいものですな。どうです、この後一緒にビップルームへでも。どうかなされて。失礼、ビップルームに行くには少々条件が。ようこそボインヌ様、エレベーターの鍵を拝見いたします。え、これよね。どうぞ。間違いありません。ではエレベーターに鍵を。カタリーナ。はい、ボインヌ様。ブラッド、どういうこと。エレベーターで警報が鳴ってる。カーネルとビューティーが危ない。準備は完璧だったのではないのか。イレギュラーにゃ、説明が面倒い。オクルスでクロイジ4の会話を聞いて。ミコト、ちょっと待って。鍵のパターンが変わった。ええ、事前に支配人から連絡がありましてな。神フレイヤを招く以上、エレベーターの警備設定を変更したいと。設定が私の魔力パターンに変わったのです。事前変更、神フレイヤの参加がこんな弊害を。他の VIP はギルド長の魔力を再登録した鍵を渡されていたってこと。まずい、偽造がバレる。カーネルたちが怪しまれてる。どうする、ブラッド。作戦にハプニングはつきもの。各自臨機応変に動いて、というか何とかして。やれやれ、やはりそう簡単にはいかないか。
ドリブ苦手なんだから。うにゃ、その方向、ここでスイングとしろ。暗黒の時代を覆す光に。胸が熱くなるね。撃ち返え。私のものだ。やった、かけたよ。警報だと、どういうことだ。まさかその鍵。まずいわね。信じるしかないわ、あの子たちは。ん？何の騒ぎだ。さあ、それよりムッシュ、奥の部屋に行きませんか。あそこならば二人きりになれる部屋も。おお、それはいい。ゆっくりとくつろぎましょう。ねえムッシュ、パターンってどうやって変えたの。私すごい気になるわ。なに、マジックアイテムを握りながらパスワードを口にするだけです。そのパスワードは。なに、グローリーオラリオと。ごめん。うわ、やったか。レギナ、予備の鍵をこちらに。ギルド長の鍵は本人にしか使えない仕組み。パスワードはグローリーオラリオ。よくやった、すぐにこれを。それじゃ間に合わない。シアン3。レギナ、マジックアイテムとそこの壁にかかってる弓取って。お前まさか。狙い撃つ。ハッピーバースデービューティー。いつかは知らないけど、あなたに誕生日プレゼント、ちゃんと受け取ってね。あなた、いや、お前はボインヌ様では。風が。やあね、カッカなさらないで、ポーター。きっとさっきは接触でも悪かっただけ。カタリーナ、もう一度試してちょうだい。はい、ボインヌ様。と、止まった。ん？言ったでしょ、さっきのはきっと誤作動だったのよ。私が偽物だなんてあるわけないじゃない。申し訳ございません、大変な失礼を。いいのよ、魔法装置の不具合なんてよくあることだし。それより、あなたの足元に何か落ちてるわよ。失礼。ただの紙くずだったみたい。捨てておいてちょうだい。それじゃあ私たちはこれで。私は遊びに来ただけだし、お互い楽しい気分でね。あ、はい、そうおっしゃっていただけると。上には今の警報は誤作動だったと報告しておきます。え、ありがとう。さあ行きましょうか、カタリーナ。はい。じゃあ良い夜を。エレベーターには二人だけ。さっきのは気のせいか。はあ、アクシデントはつきものといっても
さっきのはヒヤッとしたわ。レギナたちのおかげです。ええ、本当に矢に鍵をくくりつけてスナイプするなんていいチームになったわ。あなたもそう思うでしょ、ブラッド。何よのんきに。隙を見てエレベーターの天井に貼り付けとか、猫使いが荒すぎにゃ。というか結局最後はフィジカルかよ。あなただから信じたのよ。けどここからが本番よ。いよいよいけすかない女神の前に飛び込むんだから、みんな上についてからもよろしくね。しゃダメだぜみんな。その方向、ここでツイルと知れ。暗黒の時代を覆す光に。私のものだ。胸が熱くなるね。この作戦で行こう。撃ち返れ。